本社敷地内にある人魚像琉球真珠株式会社は沖縄県石垣市カビラに本社を置き真珠の養殖、加工、販売等を行う株式会社である。八重山列島石垣島のカビラ湾及び入表島の船浮湾に養殖場を有し黒町真珠及び白町真珠を養殖するとともに加工、販売を行っている。 1951年11月19日、アメリカ統治下の沖縄県石垣市の石垣島、カビラ湾で、タマヒ、真珠海面養殖株式会社として創業。米国民政府が外資導入を許可した第1号で、大阪の宝石商が40%を出資し、沖縄からは、稲峰一郎らが60%を出資した。初代社長には、 初代八重山市町長を務めた宮永長町が就任した。1952年4月に三重県から技術者を招いて創業を開始。しかし、黒真珠の養殖事業は難航し、1954年に行われた初の収穫では、黒町外から112個の真珠を収穫したものの、その色や形は質の悪いものばかりで、以降も良質の真珠が、 ごくわずかしか収穫できない年が続いた。1958年には、黒町真珠の養殖は不可能との結論に達した、本土側の技術者及び役員全員が引き上げ、養殖場に残ったのは3人だけになった。戦後の沖縄では、カビラ湾の玉飛真珠を含め9カ所で、真珠養殖場が事業化されたが、1963年までに玉飛真珠を除きすべてが、 事業から撤退した。また、奄美鹿児島、高知でも黒町外の養殖が試みられたが、これらも失敗に終わった。1962年4月12日、稲峰一郎が設立した琉球石油の全面支援を受け、社名を琉球新宿株式会社に解消するとともに再発足。稲峰は取締役会長に就任した。 1964年から1966年にかけて三木本魔女と共同研究を行うも、はかばかしい成果は得られなかった。そのような中、1968年、体液が多い黒蝶外への双角手術において、体液を減少させることにより、手術を容易にするとともに、双角不良や脱角を防止する技術を開発。 この方法により差し隠された貝が浜上げされた1970年5月には、黒鳥真珠の産出個数及びサイズが飛躍的に向上、量産に成功した。当時、産出した黒鳥真珠は、三木本を通じて世界各地に販売されており、1975年5月にエリザベス2世が訪日し、三木本魔島を訪れた際には、 三木元から、カビラワンさんの黒調真珠が贈呈された。ありがとうございます。